こんばんは、ゆうきゃんです。実況やっていきます。僕の実況では、僕が数年間ですね、勉強している中飛車を指していきます。あ、ちなみに久々にあの猫が登場してますね。あの動画にねちょいちょい出てきます。ポンちゃんですね。何でしたっけ、中飛車ですね、やっていきます。僕が数年間、勉強しているやつですね。で、初段を目指す方でね、中飛車が好きな方や、逆に苦手な方がですね、僕の読みとあなたの読みを比べて、中飛車をね、学んでいったりとか、できるようなね内容 を目指しています。すいません、なんかあの猫が入ってきてね、今日も話がもう全然飛んで頭にあのなんか思い浮かばないんですけど、まあ要するにあのいつも通りのことを言ってます。で、なんだっけ、今日ですね、あの内容としては対抗形になりましてですね、で相手がですね、角道を閉じたまま棒銀ということでね、攻めてきました。これ結構なんかあの急車さんでね、速攻を仕掛けてくるようなやり方ってあるんじゃないかなと思うので、今日の見どころとしてはですね、僕のその棒銀の、受け方ですね、タイミングよく、歩を ついていくとかね、あとはまあ銀を取りに行くというような狙いが、実現してですね、相手の棒銀を、しっかり受け切ってね、こちらが中盤で良くなるということができましたので、こちらを参考にしていただきます。でですね、その後なんですけれども、ちょっとね最近実はあの調子が悪くてですね、優勢なんだけど決めきれないという状態が、続きました。ということでですね、あの視聴者さんに、今日なんかカミカミですね、なんか許してやってくださいね。お願いしたいのがですね、終盤とかですね、中盤から終盤にかけて、こういう手があったら、もっと早く寄ったんじゃね、勝ったんじゃねっていうような手があったらですね、ぜひ教えていただけたら嬉しいので、コメントから教えてください。ではですね、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。それではお楽しみください。どうぞ。よろしくお願いします。後手番で相手は初段の方ですね。飛車先を、先についてきましたと。3四歩であれば普通のご機嫌中飛車でしたが、玉上がりでしたね。最近こうやって、角道をね、開けないやり方、居飛車流行ってますね。これ非常に嫌なんですよね。さばけないんだよね。こうやってニョキニョキ銀を来られると、いやー嫌ですね。ここで王様寄るともはや間に合わないのかな。王様寄る、銀上がる、歩をついてないけど、歩をついたら角上がらないといけないもんね。ちょっとこれは、歩を受けるか、銀を上がるかね、どっちかしないといけなかったような気がしますね。相手は袖飛車もありますかね。ないか。これからあるのかな。ありえるかもしれないですね。これで、ノーマルの中飛車になりました。で、昨日気づいたんですけどね、僕不調です。Now なんで、森内先生の覆す力という名著にですね、不調の時はチャレンジしましょうっていう、いいセリフが書いてあったので、ちょっとね、チャレンジをしていこうと思いますが、5五角出るとどうなりますかね。9二飛車であれば、特に不満はないというか悪くはないのかな。これで、歩は取ることができましたと。で、5四歩にどうしようかなって感じですね。5四歩に、角を右に引くか左に引くか。左に引いた時に飛車を戻ってくる手があるのかな。しかし銀を取る手があるので一旦8八に引いてみたいと思います。これで、飛車を戻るんであれば桂馬が跳ねる手がありますね。
で、角道を開ける人いるかな。で、歩を打つのであれば、まあ角でいいかと思ったが、これ桂を、あ、そうか、別に角は取られてもいいんですね、この角なので。ちょっとよくできそうですかね。8五歩には角、あ、8七歩がちょっと気になるかな。あ、でもどっちでも気になるのか。7七桂8七歩、角引く、角道開ける、ちょ、銀は取れるのか。そうですね、であれば銀を取りに行きたいですね。歩を突く人はいるかな。6四歩、まあ、3四歩には単純に銀を取って別に不満はないですね。3四歩に、どうしますかね。3四歩でも、銀を取っていい。6四歩に銀を取って、その後5五歩がどれだけの手かって感じですね。その他、飛車を単に走る手は銀取ればいい。8七歩には、一旦角を引いといて、7九角と引いて、飛車を走ったを、なるほど、これで十字飛車でしょっていうことですね。十字飛車だが、しかし、いよいよよくできそうだな。これはまあありがたく同銀と取りますね。んで、7分、銀を打つか。銀を上がるか。上がる人いるかな。上がるとなられますね。まあ、銀を打っていいですかね。さあ、これは相当こちらがいいですね。相手からはあんまり手がないよね。まあ、ただあんまり油断とかはね、できないというか、したくないですね。ので、とはいえ相手から全然手がないですよね。先に一回歩を打つと、打たないでいいか。一旦、飛車走るぐらいで良さそうですね。角に、歩は5四飛が効きそうですかね。まあでも5三歩と打つか。あ、打たないですか。そうか、桂馬が跳ねられないですね。桂馬を跳ねると取られちゃいますね。なので、さあどうしましょうかね。相手からは5五歩と打って飛車取りに来るみたいな狙いありますかね。まあ自然に引いときますかね。残りは5分、中盤戦ですが、少し、時間が少ないので、まあ早く指していかないとかな。で、金まで上がってバランスよくいきますかね。
で、あ、ここで8六歩とかあるかな、1回8六歩にはまあ引きますね。で、7六歩は狙ってみたいですが、どうなってますかね。残り時間は1分差か。あ、桂馬跳ねてきましたね。どうにか、勝負に行かないとという相手は感じですよね。しかし、まあ、桂跳ねても、まあ、しょうがないとは思いますね。さあ、これは取ると5分。取るともう一発叩くんですか。取ってもう一発叩く、なるほど。取って、もう一発叩いて同銀だと、まあ、結構駒が遊んでますよね。とはいえ、飛車交換してもあんまり悪い道理はなさそうな気もするんですが、7六歩同銀、もしくは単に跳ねるか。単に跳ねると、角成る同金に、単に跳ねる角成る同金で、角を打つ手がありますかね。さあ、悩ましいところですね。同銀に、飛車成る同金に、6八角みたいな手は気になるのかな。で跳ねてみますかね。で、これでさばけましたね、相手。あんまり良くないのか。で、あ、歩は成る手があるのか。そうか、でかしてないですね。どうしよう。歩が成る同金で、飛車を渡すんですか。でかしてないね。しょうがないか。耐えますかね。7三桂成みたいな手は間に合うんですかね。一応銀得、こっちは駒得をしているのでね、悪い道理はないはずなんだが、8九飛車に、まあ金が寄るよね。いや、自信なくなってきましたね、どんどん。歩が鳴る、さあ、ここで、どうしますかね。あ、でも5五角ありますね。5五角で、まあ、飛車がもう1枚取れると。完封をやっぱり目指したいですね。で、どうしようと。さあ、ここで3分がありそうだが、金を引いて竜を、9一竜ですかね。あ、9九竜か。さあ、ここでそろそろ、攻めのターンとか回ってくるといいなっていう感じですね。残り時間が3分を切ったので、スピードアップせねば。中盤から行ってますが、あんまりまだできてなかったですね。とりあえず8に飛車と打てば金も助かる形なので、そんなに悪くはないと
思いたいですね。竜を、あ、先にか、これ角引くとどうなるんですかね。どっちに引くかな、まあ、一旦こちらですかね。で、5五銀のような手だと全然間に合わないかとは思いますね。なので2分30秒歩を打つと、いや、時間がなくなってきましたね。目指せ完封ですが、こっちに飛車でまあ十分と見ていますね。強化なる手には金を引いておいて、相手の手を、攻めは届かないはずですね。で、桂馬を持つと、桂打ちが、2六桂や、まあ、単純に2五桂でも厳しいはずですね。懸念は残り時間なので、サクサク指したいんですが、最近ね、長攻撃あるんですよね、僕。長攻撃というか、なんか一手一手こう、じっくり考えてるような感じでね。ここで銀か、なるほど。取る同香なる金、いやー、際どいですかね。金寄る、竜を切るようではさすがに届かないと思いますね。あ、しかし銀を後ろになる手はありますか。後ろになると、おう、そうですか。2分、なるほど。桂なる、あ、角なる、角なる同銀、まあ、角打ってね、角なる同銀、ちょっと、いや、決め手が見えないですね。そうか。1分30秒、ま、とはいえ、相手も銀をなんかね、後ろになるようではちょっと自信がないと思うんですよね、いくらなんでも。なので、角成りかな、角成りでいいのかな。同銀に桂打つ、上がる。しかしなんかでかしてないのか、あんまり手が分かってないですね。桂打って上がる、角打つ、19、2に角みたいな手が割と厳しそうな気もしますね。さあ、残り1分。銀を上がったところで4四銀と上がられて、2二角でどうか。桂を外すようであれば香車を取って良さそうですね。で、同玉と取るのであれば、さすがに金を取っていいので、そうですね、銀を、4四銀と上がったところで、2二角を狙ってみたいですね。こちらがいきなり詰む筋はありますかね。あれ、ありそうか。竜切って、3九竜同玉に角打って、一応桂合いがあるか、一応桂合いあるのか、桂合い、桂合い同角なり同玉強なった時に、玉引いたら金銀金3枚ぐらいは必要か。結構必要ですね。さすがに詰まなさそうな気がしますが、角、青、下に1分、辛抱しましたね。角打つと、角打つ取る、いや、しかし角が、角上げるときついかな。角上げると桂なる、竜切る同玉、角打つ桂、
どうだろう、もう詰んだらしょうがない。同玉に金取って、詰まされたらごめんなさいですね。ごめんなさいというかしょうがないですね。下か2枚目の角打たれて、落ちて大丈夫じゃないかなと30秒思うんですけど、これはしつこくもっかい打つで、なるほど、そうか、20秒、困ったな。あんまりでかしてないですか。なんか桂とかいっぱいあげるのか。これはしょうがないですよね。同銀に、10秒、同玉歩を打って、時間が全然ないですね。もうダメか。そうか、引かれるぐらいでも、引かれても寄られてもダメですかね。まあ桂とか打つのかな。そうか、なんとなく勝ってそうな感じではあるのかな。桂馬を2枚渡してますが、局面としてはおそらく勝ってそうではありますね。ただ最近のんびり指しすぎてますね。もうちょっと、決断よく、させるように頑張りたいと思います。はい、ということで今日の内容は以上ですね。この動画が良かったらチャンネル登録、いいねボタンお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。